ですが、前田さん、はい、前田さん、注目ポイントを教えてください。注目ポイントは今、西投手と関係しますので、ね、まあ、まずロースコアではないかなというのが、ね、予想だと思います。まあ、その中で今年は、本当に田中さんに伺いたいと思います。すごく、ね、ピタッとハマる、今日のまた原監督の采配にも注目したいなというふうに思います。打たれた記憶があんまりないので、でも他の選手たちが打たれているので、なるほど、はい、じゃあ今日はね